どうもこんにちは、ドンコメです。今回は、鉄道運転シミュレーター、BV6 を遊んでみたいと思います。このソフトは、マッコイさんが開発、公開している、フリーソフトで、一番古いものだと、1996年頃から開発されていた、歴史のあるソフトです。最新の BV6 は、今年の6月に公開されました。サイトでは、JR 内房線の、千葉駅から、八幡宿駅まで、約15分間の運転を、体験することができます。では、早速起動してみましょう。ドンコメがよくやっていたのは、BV2 だったので、いろいろ変わってはいますが、基本的な操作は、同じです。当時収録されていた内房線は、113系6両でしたが、今回は、E217系の、15両編成という設定になっています。参考として、前のバージョンでの、内房線の映像を重ねていきます。失礼いたしました。内房線快速の君津行きです。まもなく発車いたします。千葉行き発車の際に発車ベルなりませんのでご注意ください。次は千葉に停車をいたします。流し起動、千葉では昼間でもやっているイメージでしたが、最近もそうなのでしょうか？この、緑色のアイコンが、乗客を、表しています。乗り心地が悪いと、この人形が教えてくれます。BV5 からすれ違う車両を走らせることが可能になりました。音声も再生され、かなりリアルです。ご乗車ありがとうございます。内房線、蘇我五井木更津方面に参ります。快速の君津行きです。本島に到着いたします。袖口右側です。15両編成なので、かなりホームに入ってから、ブレーキをかけても、余裕で止めることができます。もう少し詰められそうでしたね。ほぼ、同時に発車したはずでしたが、なぜか前のバージョンの方が、時間がかかりました。設定上の所要時間は、同じ2分30秒でした。細かいところですが、モニターの表示が、ちゃんと変わっています。上の方のデジタル時計も、ちゃんと動作しています。素材さえ用意できれば、いろいろと作り込みができるのも、BVE の魅力の一つです。
速している時だけモニターのモーター車が青くなっているのがわかります。加速オフした後の表示にも注目してみてください。列車の京葉快速関西一宮行き、降りましたホーム向かい側5番線から9時49分、京葉線海浜幕張新浦安舞浜新木場ホーム、京葉快速東京行きは3番線から9時55分、その後の京葉線周り特急若潮8号東京行きは2番線から10時2分の発車です。前のバージョンと特急列車ご利用のお客様、乗車券また点検の他に特急券が必要となります。あらかじめご了承ください。お降りのお客様、車内にお忘れ物ございませんようお手回り品お確かめください。ご乗車の電車は内房線快速の君津行きです。蘇我を出ますと次は浜野に停車をいたします。蘇我でお降りのお客様、この先もお気をつけていってらっしゃいませ。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。内房線快速君津行きです。蘇我駅帝国通りに発車しております。途中の五井には9時56分、木更津10時17分、終点君津到着は10時25分です。次は浜野に停車いたします。
右側です。 The next station is Hamato. The doors on the right side will open. 次は停車。次は停車。いかがでしたでしょうか。運転感覚はかなり実車に近いものだと思います。バージョン6は以前のバージョンの路線を読み込むことができないので、たくさんの路線を体験したい方はそれぞれの路線を公開しているサイトのバージョンに合わせた DVE でお楽しみください。それでは今回はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。